自分が満たされるなとか、幸せだなと思う時間は、自然と明るい気持ちになってエネルギーも上がりますからね。さあ、みんなで開運するよ。願いが叶っていくのりこちゃんねる。始まります。さて、2月2日は一粒万倍日がやってきます。この日のお誕生日の皆様、2月のお誕生日の皆様、おめでとうございます。楽しくお過ごしください。さて、新しいことをスタートさせると、やがて大きな成果になって帰ってくる一粒万倍日がやってきます。そして2月2日のここから開運日が5日間続くんですけど、この日は運気が大好転する1日目になります。この日に始めたことは、いずれ大きな成果が実ると言われているので、今まで自分のやりたかったことやできなかったことにチャレンジするのにはとってもいい日です。で、この日は金のエネルギーもとっても高いので、お財布の買い替えやお財布の購入といったお金にまつわることをすると機運が上昇していきますからね。ただ、この日は家族の悩みが出てきやすい日でもあるんです。でもね、悩みすぎると悩みが増えてしまう日なので、必ず解消できると信じるとね、解決が早くなります。そしてこの日は水とご縁がある日なので、水を意識すると開運していきます。今回はそんな運気大好転の1日目、一粒万倍日にやったらいい開運書を6つお伝えしますが、最初の3つはこの日にやったらいい定番の開運書で、後半はこの日にやるといいことをお伝えしたいと思います。まずこの日にやったらいい定番の開運書、1つ目は開運フード。で、この日は旬の食べ物を取ると運気がアップします。最初に金アップフードは、芽キャベツ。芽キャベツは今が旬の野菜なんですね。寒さで甘みが増すので、旬のエネルギーを美味しくいただくことができます。また芽キャベツの丸い形は、気運を引き寄せてくれる効果もあって、栄養いっぱいの芽キャベツを食べると、健康も一緒に上げていくことができます。そして強アップフードは、ブリ。ブリは今が旬の栄養価の高いお魚です。ブリは出世魚として知られていますが、他にも未来の見通しを明るくしてくれるという効果もあるんです。で、ブリは開運魚とも言われているので、食べると強運を引き寄せてくれますからね。そしてラブアップフードは菜の花。菜の花は新しい出会い、いいご縁を運んできてくれる効果があります。また菜の花にはちょっとした苦味があるんですけど、その苦味は体の中の邪気を排出してくれる作用もあるので、ネガティブなエネルギーや余分なエネルギーを排出して、いいエネルギーを取り入れる役目をしてくれるんです。ネガティブなエネルギーを追い出すことで、新しいエネルギーが入ってくるので、ラブ運もアップしていきますからね。そして2つ目のカイアクションは、開運日には欠かせない定番の金アップ掃除。この日は冷蔵庫の掃除をして金運アップです。で、冷蔵庫は金運にとっても関係のある場所なんですね。冷蔵庫の中が整理整頓されていないと、中に何が入っているのか把握できずに、同じものを買ってしまってね、出費が多くなってしまったというのは、金運ダウンにつながっていきます。なので、冷蔵庫の中を整理整頓するのは、無駄な出費が減って、金運アップにつながっていきます。他にも口に入るものを保管している場所なので、冷蔵庫の中が汚れていると健康面にも影響が出てしまうんですよ。なので、まずは冷蔵庫の中を掃除する際は、一旦中に何が入っているのかをちゃんと確認するといいですね。そして消費期限が切れているものは処分をしていきましょう。さらに冷蔵庫の中の汚れをきれいに拭き掃除するといいです。冷蔵庫の中の外せるパーツは外して水洗いをしてきれいに拭き取るといいです。細かい部分まで掃除をすると新しい気が入ってきて、その気が機運を上げてくれますからね。そしてこの日にやったらいい3つ目の定番の開運アクションは神社参拝。この日は自分の行きたい神社やお寺に参拝するといいです。また自分の住んでいる地域の氏神様や生まれた地域の産砂様に参拝するのもいい日です。
一粒万倍日なので、この日は神様に日頃の感謝を伝えるといいです。感謝の波動はとっても高いので、その高い波動が後から万倍になって帰ってきます。そしてこの日は水を意識するといい日なので、ご神水が飲める場所であればそれを飲むとご利益があって開運につながっていきますからね。ご神水は神社の神域から湧き出た神聖なお水で、神様のエネルギーを直接自分の体に取り入れることができるお水です。ペットボトルに入れて持ち帰ることができるのであれば、お家に帰ってペットボトルのキャップ1杯のご神水を自宅のお水コップ1杯に混ぜて飲んでみるといいです。で、ご神水は神様のエネルギーを取り込むだけではなくって、邪気も流してくれるので浄化にとっても効果があります。ただご神水は生水なので、飲んで OK かどうかはその神社によって張り紙がしてあったり注意書きがしてあったりするので、それだけは注意してみてください。そしてこの日にやるといい4つ目の買いアクションは、お風呂グッズを買い替えると運気も機運も急上昇です。お風呂場をきれいに保つのは機運アップにはとっても大切なことなんですけど、この日はお風呂のグッズに注目して新しいものに買い替えをしてみるといいですね。一粒万倍日なので、新しいものを使い始めるにはぴったりです。古くなったバスタオルやタオル、または体を洗うスポンジとかシャンプーやリンスのボトルを新しくしてもいいですね。お風呂場は一日の厄を落とす場所なので、厄が溜まりやすいですね。その場に置いてあるスポンジやボトルというのも、ずっと同じものを使っているとエネルギーが下がってしまって、お風呂場の運気もそれを使う自分の運気もぐんと下げてしまうんです。毎日使うお風呂場だからこそ、こういう開運日に新しいものに交換すると新しい運気が入ってきて機運が上がりますからね。もし新しいお風呂グッズ買ったばっかりとかね、お風呂グッズを買い替えることができないっていう方は、お風呂グッズをピッカピカに磨いてください。そしてこの日にやるといい5つ目の買いアクションは、プライベートの充実のために何をするか、何を減らすか考えてみると機運大上昇です。毎日忙しくてね、プライベートの時間がなかなか取れないっていう方も多いとは思うんですけど、プライベートの時間を確保するというのは生きるモチベーションにつながるんですね。例えば家族と楽しい時間を過ごすのもプライベートの時間だし、一人で好きなことをするのもプライベートの時間です。自分が満たされるなとか幸せだなと思う時間は、自然と明るい気持ちになってエネルギーも上がりますからね。そういう時間を充実させていくことって、忙しいからこそ大切にしていく方が運気が上がっていくんです。なのでプライベートの充実のために、今自分ができることは何があるかなとか、何を減らしたらもっと充実するのかなとしっかりと考えてみるといいですね。一日のスケジュールの中に少しの時間でもプライベートが充実した時間があると、幸福度が上がって仕事や家事のやる気も変わってきます。寝る前にね、家族と談笑するとか、一人で本を読むとか、それとも週末にプライベートの時間を長く取るとか、そのためには何かを減らすのも大切なことですからね。そうやって時間をしっかり確保していくと、またこれも金運上昇していきます。そしてこの日にやるといい6つ目の買いアクションは、滝を見に行く、または滝の動画を見るです。この日は滝がラッキースポットなんですね。上から勢いよく水が流れ落ちている滝の浄化のパワーはものすごく強いんです。なので滝には強い浄化のパワーがあります。滝を見ることで心の奥深い部分まで浄化されていくんですよ。もし滝を見に行けないときは、滝の動画を見るというのでもいいですね。私のサブチャンネルの動画でも滝の動画があるので、そこでもエネルギーを浴びることができます。そしてこの日のラッキーカラーは白になります。白い色は浄化の意味があって、今までの古い考えを手放して新しい自分をスタートさせたいときに身につけるととっても効果のある色です。なのでこの日はファッションや持ち物に白色を取り入れると運気を上げることができます。また白は自己注力を高めてくれる色とも言われているので、
肌に直接触れやすい下着に白を取り入れると、体を通して注力を高めて癒しのパワーを取り入れることができますからね。というこの日は幸運や機運パワーのエネルギーが流れているので、運をいっぱい動かして運のポイントを貯めていこうね。それが運のポイントとしてどこかで豊かさが返ってきて、お金がどんどん巡ってきます。なので自分の心地よさを意識して大事にすることも開アクションの一つです。だから一つでもできれば OK、 できなくても充電日として OK です。楽しんでお過ごしください。それでは一粒万倍日にやろうと思うこと、そして予祝したいこと、お金の願いや叶えたい願い事をぜひこのコメント欄に書いてね。書くことによって自分の意識に入ります。波動が高いこのコメント欄に書いたら早く引き寄せますからね。そして嬉しいコメントもご紹介できないくらいたくさんいただいてるので、体験談をお伝えしたいと思います。一月ほど前から夫に臨時収入が入るようになり始めて、今は総額70万以上になってしまいましたという方、昨日臨時収入を手にしましたが、昨年もたくさん臨時収入が入っています。これからも金運開運フードや掃除とのりこさん配信の音楽を楽しんで続けますという方、最近立て続けに臨時収入が入りました。本当にすごいです。これからも感謝をしながら開運アクションを楽しみますという方、次は私の番と思っていたらおかげさまで臨時収入がありましたという方、開運アクションの動画から見始めてできる範囲で開運アクションして運のポイント貯めたり予祝したり、ミュージックも聴いたり、起床時と寝る前にはありがとうございますと感謝の気持ちを伝えたりと、今では2回なっています。ついに私にも臨時収入が入りましたという方、おめでとうございます。やっぱりこういうご報告は嬉しいよね。一つお願いがあります。体験談と予祝がわからないものが多くなってきたので、予祝の時は予祝と書いてくださると大変嬉しいです。ということで、このコメントでみんなでこの波動をいただいちゃいましょう。次はみんなの番だからね。それではみんなで最高のハッピーを手に入れようね。おまけ。いつもみんなありがとね。私この間ですね、夜中なんですけど、いきなり家全部の電気がチカチカして、何が起こるんだと思ったら、電球が1個切れて煙が出たんですよ。 LED なんですけど、煙が出るって怖くないですか？そしてそのちょっと後なんですけど、私がいつも使っている比較的新しいドライヤーが壊れたんですよ。これがいつも言っているこれから変わっていくよっていうサインなんですね。自分のエネルギーが変わるので電化製品が壊れることが本当に多いんですよ。どんなことが起こるのか、これからちょっと楽しみにしておこうと思ってるんですけど、また報告しますね。じゃあね。